茨城県の守谷市から来ました和太鼓優です、何か MC をやるということなんですけど、申し訳ございません。 MC というかインタビュー形式でいきたいと思いますが、はい、お願いします。いつもこ の赤い袴、はい、いつもすごく目立つ衣装だと思いますが、はい、これは誰が決められているんですか？私が、はいはい、いろんなところを訪ねて作ってもらいました、はい、じゃ あ手製でもう作られた、そうですね、はい、オーダーして作られてるんですね、はいはい、今、ゆうさんは、メンバー何名ぐらいでるんですか？今、活動してるのが11名くらいで、はい、メンバー的には20名ちょっといるんですけど、みんな休会になっちゃってて、まあ、このコロナの関係で、それもありますし、進学したりだとか、はい、まあ、家庭の事情でね、休んだりだとかということで、ほとんど今のメンバーが大体主流で、はい、イベントやってます。まあ、こんな状況なんで、本当に演奏するともなかなか、ね、イベントも中止になっておりますので、はい、この浅草でなんかできる喜びというか、それを今日は、それはもう、待ってましたっていうくらいで、9月9ヶ月ですかね、イベントがなくなって、はい、で、まあ、地元のお祭りも来年の2月まではあったんですけども、それも全部中止になりまして、じゃあもう今日はいい意味でこの2020年、はい、最後になっちゃうかもしれませんが、はい、演奏を、はい、皆さんも楽しんでいただいて、お客様にも楽しんでいただけるよう、はい、よろしくお願いしたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。それでは和太鼓優さん、よろしくお願いいたします。
大東優の皆さん、ありがとうございました。